はいみなさんこんにちはヨガジェネレーション代表のミキドでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。三河ワイ10周年、そして10月来日ツアーおめでとう会ということで、まずはゲストのご紹介です。ヨーコ・フジ先生とそしてヨガジェネレーションの担当の米田さんこと、違う、米さんこと米田さんです。はい。 あのよろししくお願いします <laughs> はい、ね、レアキャラベイさんも登場全開して、ね、いろいろ振り返りもしましたけれども今日は、ね、シンプルに、ね、いよいよ10月来日ツアーということで、ね、この内容皆さん、ね、興味あると思うんですよねえ噂では29本来日中に西東、はい、東京関西、はい、いよく働くね。 そしてよく働かせるねねい,いいです、ね、今日はねそんな来日ツアーがねどういう形でどんな内容で行われるのかそれをね担当のべイさんとまあ、えー、実際に教えてくれるヨコ先生との掛け合いでねいろいろ聞いていきたいと思いますけれどもど,どんなフォーマットですか今回は、はいえー。どうしましょう私が話しますか。じゃあまずですね、まああのー、今回は大阪からスタートになります、えー。10月の3日木曜日からスタートですね。 うん、ここから4日間が大阪であのー、木、金、土、日と行くんですけれども、うん、まあこの週末が終わりますとその後あの卒業生限定のリトリートが開催されます。これがですね開催地がですね湯河原温泉。<laughs> 温泉行きたい。またこの、ね、リトリート施設がいい感じなんですよ。ああそう お料理もねビーガン料理で、うん、あの温泉も二十四時間入れるという素敵な施設を今のところ貸し切り予定です。え何人ぐらい集まる定員でやるんですか？うん、今回ねちょっとそのプラクティスする場所の関係でまあマックス三十二さんかなっていう感じなんです。うん、じゃあもう何？ え、チーム三河い限定だから、何に、はい、修学旅行みたいな感じ。そんな感じになるた。<ー> <laughs> <laughs> これは、面白そうだね <laughs> いや。これ、これ二回目なんですよ。一応、あの。まあ、そうね。やってるからね。でも楽しかったもんね。ね、この間もね。えー、これも楽しいですよ。そう。えあのー。お、いや、いいな。 <laughs> 行きたい。<laughs> 何泊ですかこれは？今回え二泊三日で開催されます。わあ最高だ。うん。それがですね、十月八日から十日。はい、ちょっと平日にはなるんですけど。はい。え八、はい、日は月曜日ですか？火曜日ですか？八日がえー、火曜日。火曜日で、ね。火水木とあるんですね。うん、はい、火水木とあります。うんうん、はいはい。でまあなので中一日ちょっとお休みになるんですけど、うんうん、まあこの後がまたハードスケジュールでですね、木曜日終わったら翌日金曜日からは東京です。 うん。うん。うん。なので、金土日月と。そう。金土日月。はい。金土日月。ここ三年で,、ね、ですね。いいですね。働かせますね、べいさん。いや、<え>もう働いてもらいます。ね。いいですね。<laughs> まあ、温泉も温泉も入れますからね。そうですね。うん。まあ、でも、あのね、やっぱね、これ、これちょっとごめんなさいね、これ、私個人的なこと言うのなんですけど。あの、やっぱね。 あのー、ワークショップになるとほら、ね、初めてお会いする方とか,なんかこう、ね、いろんな方がいらっしゃるからちょっとやっぱり緊張感持ちながら、ね、こうやってやったりとかするんだけどリートになると,ちょっと実は身内だから修学旅行の身内だから、うん、ちょっと私もこうゆっくりできるっていうかそんなんでなかなか楽しみにしてるんですけどね,これもね完全にさみんなでわちゃわちゃお風呂とか入ったりして、はいね、あなたの。あの 腹筋すごいわねとかって足単議ばっかりだからさ <laughs> なんかそんなそんな会話になりそうだね <laughs> みんな閉まってるもんね基本的にねそうねあれ誰れちゃんの背中すごいわみたいないわとかね,ねなんかそんな会話になりそうで <laughs> あのお風呂場でなんか変なポーズしてあの滑って怪我しないように皆さんご自愛ください。<laughs> はいそ,のそしてその中でなんか新講座もあるなんていう話も。 えっとね、今回、新しいのはないんですけど、リニューアル講座が、うん、まあ3種類ありまして、うん、まずあのアジャストメントのワークショップ、うん、これがですね、これまでの開催時間よりより長めに<お>で、実践時間多くっていうことでね、バリエーションも多く、横先生にはお願いしてますうん。いいですね、そのバリエーション多くってのはいいね、もう指導者が多いと思うんでね、実際にこのアジャストってどうやるんだっけっていうところの実弾ですね、はっきり言ってね、うん、それがいろいろワークショップで入ってると。はい <laughs> で、あとがですね、まあ、これまで前屈、後屈マスター講座っていう講座があったんですよ。うん、なんですけど、この講座をですね、2つに分けてもらいます。うん、なので、前屈は前屈、後屈は後屈ってことで、2つに分けてもらって、まあ、これがですね、多分、陽子先生が今一番楽しいんじゃないかなと思う、今の最新の陽子藤原の指導をあの披露していただきます。うん、これは何ですか、あのー、誰でも受けれるんですか誰でも受けれます。うん、別に、明日の儀じゃなくても受けれる。 受けれますす前屈後屈だもんね、うんねねうここポイントです、ね、なんかこうチームさんがいてどうせあタたんがでしょっていうところで遮断が起きないようにやっぱり皆さんお願いしたいですねヨガはヨガですからね前屈後屈に特化した学びを深めれるワークショップっていうのは非常にまあ毎回人気なのでね、うん、よかったらチェックしてみてくださいはいこの講座がですね毎回一番人気でまあそうだよ、ね、<laughs> うだねん、うん、すぐ埋まっちゃうんですよ、うん でまあね、今回は前屈後屈二2つに分けますのでもちろん苦手なポーズがある方もそうなんですけど洋子先生に会ってみたいっていう方もこれならちょっと安心してこれるんじゃないかなと思います。い<や>これは全部、ね、あれですか前屈後屈とかね人気の講座ってさっきおっしゃいましたけど現場オンリーです。か現現場場オオンンリリーーでですすね まあ、オンラインでも見見さ受けさせてくれっていう人もいるかと思いますけども今回は来日ですからね <laughs> 現場オンリーということで,で、ね、現場の価値を高めるということもねやっぱり僕我々の裏テーマでございますのでね、はい、是非集っていただければと。はい、なるほどなるほど。 いや今回ね三木さ,、ね、さんね、でもね、うん、今回はね、まあ他の、まあ、講座もその後ちょっとみまた説明してもらうかもしれないけどね、うんあの、リニューアルに関してはね、今回もなんか毎回ね、あのワークショップやった時にあのべイちゃんがいつもこうアンケートを取ってくれくだ、うん、さるん,んですよね。それでやっぱりこの参加者の方からこういうフィードバックもらうんだけど、やっぱね、こう見てもらいたい、自分にのやっぱりなんだろうな、こう 全体的なことは分かってもじゃあ私は何っていうねこの個人的に私の何がいけないのじゃないけどなんかそういうのは見てもらいたいっていう声もあったんで、まあ、そういうのをふんだんに含めるようにしてだから個人的に一人一人をこう見れるといいなっていうのが理想でな今回だからこうやって時間をたくさん割いて前屈をしっかり見るとか後屈をしっかり見るとかまあアジャストにしてもそうだけどそういうのが今回リ,リニューアルの理由となってます。いいですね なんかこう担当ベイさんからおすすめポイントこのツアーのみたいなのがあったりしますかこう,こ,うこう参加しろみたいなそうですねまああの毎年やっぱそのさっきも言ったように前屈と後屈はあのおすすめなんですけどなんですけどまあちょっとね太陽礼拝はやっぱり欠かせないということで一番締めに持ってきてるんですよ今回日、うんうん、曜日の一番最後の講座が美しすぎる太陽礼拝のワークショップになってましてこれはぜひ まああの動画もねたくさん出てると思うんですけれども、うん、まあ皆さんに受けていただきたい一つ推しの講座ですこれも言ったら下んじゃな全てのヨガにやはり太陽礼拝っていうのは最初に入ってくるものだから、うんうん、基礎中の基礎軸になる部分だからいろんな人がねあの横先生の太陽礼拝どういうふうにしてどういう意識の持ち方どういうところに体重をかけて何に意識したらこういうふうになるのかっていうところをね 学んでいただければなと思います。けれども、洋子先生どうですか？今回のツアーまだね。10月ですけれども。みきさんもうね。これね。ここで言っちゃうけど、言っちゃうけど、あのみきさんご存知の通り、みきさんは知っていますよね。あの洋子1年前の来日前にですね。あの肩を脱臼したんですね。怪我したんですよ。大きい怪我をしてでまあ、今修復中でございます。まだあの10ヶ月経ってますけど、まだちょっと修復中なんですけど。うん 5月に来日した時はねまだできなかったんですよいろんなことが。ああうん、で今回当もう縁起悪いことはもう言わないようにして <laughs>、まあ、このままだと太陽礼拝がいけそうなんですよね。<laughs> なので、あのーね、去年できなかったっていう、まあ、2年ぶりの生陽子太陽礼拝がちょっと推しにっていうかねもうべちゃんともねこれ以上やらないでっていう感じで今 <laughs> あのちょっとむあの私も丁寧に丁寧に今練習してるとこなんですけどでも。 でもね、これねやっぱね、怪我をするって、いや、してほしくないよ、誰もしたくないけど、したくないけど、あのね、するってね、指導者としてね、すごく勉強になるの。<laughs> そうなんだもうね、だからね、さっきも多分ね、べーちゃんがほら、前屈と後屈をこう分けて、やっぱり今、私がこう、精神情報って言ってくれたのって、多分そこだと思うのが。うんうん まあね、すごくこの肩を怪我しただけじゃなくてそのと付随していろんなことこちょっとこう違えちゃったりとかして、うん、まあこの半年ぐらい結構いろんなことでもがいたりしながら自分の体と向き合う時間がすごい長かったのね私自身が。うん、でその上でやっぱりもう一回体の使い方を自分でも見直したりだとか、うんうん、いろんなセオリーこうやって見たりだとかっていうのでまたね自分の今まで こうなんだろうこうこいう使い方だよねっていうなんかっていうぼんやりっていう方もなんだけど、うん、自分の中で体感的に分かってんだけどそれをちゃんと言語化してなかったところが今バチンとこと、うん、結構出来上がってきてて、うん、なあ、ね、これをワークショップに作り上げるのがこれは楽しいだろうなって私も思う。<laughs> なるほどね、えーうん、怪我しないで本、ね、当 <laughs> そのつもり全然ないんですけど。<laughs> まあね、指導者の皆さんねわざとね怪我する必要ないですからねあの皆さんそれぞれの体無理しないようにね自分の範疇でやっていくだただだ結果的にねあの怪我をしちゃったとかっていう時にねその自分と向き合うことによってさらに理解が深まり指導者としてもまた成長のチャンスになるというまあこれやっぱり陽光なりのポジティブな意識の捉え方としてね皆さんにも捉えていただければ嬉しいなと思っておりますいかがでしょうか皆さん10月ですそしていよいよこの動画が間に合うかな 7月29日、もう、もしかしたらこの公開されたら、どうなんだろう、もう29日になってるか、直前か、当日ぐらいかもしれませんけれども、いよいよもう走ってるかもしれませんので、今すぐこのリンクをたどって、ぜひお申し込みくださいということ。b e さん、忙しいでしょうけど、はい、よろしくお願いします。そして、ヨコ、はい、先生、万全の体調で来日されることをお待ちしておりますので。ありがとうございます、はい、そしてなんか最後に 8月からなんか素敵な洋子先生のレギュラーのなんかキャンペーンフォーマットなんか始まるそうですけど、ベースん最後になんかいいですか？はい、洋、えー、子先生のねあの三河井が10周年ということでいろんな企画を用意してるんですが、まああの常にですね一緒に練習している皆さんへのまああのお礼という意味もありまして、あの8月からマンスリーパスをあの作ります。で、<お>はいマイソウルレッドクラス まあ、陽子先生ね今水曜日金曜日土曜日とあのレギュラーでやってもらってるんですけど、うん、これもう全部受け放題になってまして、うんうん、かなりお得に金額の設定もしてますので1か、うんうん、月1万6000円というなるほど受け放題でね、はいいです受け放題で、うん、はいなので、うん、これもぜひあの使ってもらえたらなと既存の生徒さんはもうもちろんのこといい、ね、うんここに載ってますね はい、載ってるということで、皆さん、こちらも合わせてチェックしてみてください。ということで。ベイさん、ヨコ先生、ありがとうございました。ありがとうございます。いますはい。それでは、皆さん、お楽しみにということで、またお会いしましょう。はい、で,はでは、ではようございます。